はい、ビフ的なものをご覧の皆様、僕らがカメレオです。バイバイ。ボーカルのヒカルです。何？ギターの大輔です。なんだって？ギターのたかしです。なんだって？ドラムのたけしです。ベースの、ベースです。はい、ということで、僕らカメレオはですね、12月11日にミニアルバム5分の5をリリースすることになったんですけど、ヒカルさん、これはどんなアルバム的なものになってるんですか？はい、こちらはですね、表題曲5分の5がですね、はい、僕ら2年間活動の間に、生まれたというか、はい、感謝の気持ちをたくさん詰め込んだ、曲になっていて、その他が、ですね、セルフプロデュースというか、はい、メンバー全員が一人ずつ作詞作曲、しかもボーカルまでやってるっていうクソアルバムができました。なるほど。マジか。これは皆さんなるべく買わないようにしてください。よろしくお願いします。ということで、それとですね、同じ日にカバーシングル、事務所の大先輩である獅童さんの放送日記をリリースするんですけど、はい、これは武志さん本当にリリースするんですか？これはですね、しょうもない作品になったんで延期します。ちょっと嘘ですね。しっかり妄想日記もカップリングの曲もそして MV もね、カメレオらしい仕上がりになったと思うので、ね、ぜひぜひ聴いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。そんな僕らはですね、来年の1月10日に池袋ブラックホール、まあ、こちらちょっとチケットが完売していますのであれなんですけども、1月11日に初めてのホールですね、日本青年館という大きなところでワンマンをやるんですけど、あと 15% でチケットが売り切れるそうなので、皆さんお早めに、お買い求めを忘れなくお願いいたします。お願いします。はい、ではビフ的なものから質問いただいてますので、何ですか？5分の5に心から送る、おい、しっかりして、しっかりして、心から心へ送るよありがとうという歌詞がありますが、それぞれ好きなメンバーに今年1年分のありがとうを全力で伝えてくださいということなので、尺も尺になってきましたので、ここはギターの高橋さんが、はい、下手のギターが、はい、ちょっとやってくれるということなので、はいはい、じゃあ高橋さん、まああれメンバーっていうのもちょっと寒いので、はい、お客さんですね。いや、もちろんですよね。今年ずっと応援してくれてたお客さんにね、最後感謝の気持ちを一つ述べて締めたいと思いますので、高橋さんよろしくお願いします。はい、お願いします。愛する、お客様たちに、プレゼントフォー肩幅。はい、誰も笑ってない。気使ってくれなくて大丈夫ですよ。結構大丈夫ですよ。笑いはあった方が俺は嬉しいんで。ということで、以上、カメレオでした。どうもー。